支えになってると思うの。照れくさいけれど、また続くけれど、来てくれ。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日3月の9日月曜日18時50分を回ったところでございます。今日はこんなスタートですけれども、私はあのね、このマスクマンになりまして、そして、お隣にねいらっしゃいましたね、2回目ですね、はい、2回目のご登場です、はい、ダークネスアーティストの千葉咲子さんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ですね、はい、ご出演いただいた時は非常にそのね、まあこういう、まあなんだろうな、人間の裏社会的な、ね、そういったところのそのアートをですねご紹介いただいたんですけれども、さらに磨きがかかってますね。あのダイエットもしてこんな感じになりますね。え、はい、このマスクは何なんですか。あ、これはあのハロウィンパーティーを去年あのちょっとあの企画する段階で、はいはい、これつけたいなと思って作りました。これはこのメッセージは何でしょう。これはこれはメッセージとしては、うん、なんでしょう。あのなんか可愛い感じのマスクっていうんですか、ね、可愛い、私の中での可愛さ。なるほど、千葉さんの中での可愛さということですね、はい、今なんか展示会とかそういうのされてるんですか。あのいやでも今年は、うん、8月の末から9月のあたりにかけてもしかしたら個展をやるかもしれない。おお、8月から9月にかけてですね、はい、なるほど。個展を、はい、もしかしたらでもお金がないのでなんかどうなるかわかんない。どうなるかわかんない、はい、でも作品は増えてるんでしょ、まあ、はい、一応作品はあるんですけど、お金がなんかなくなる。すごいよなあ。なんかこれあれだ、頭のところが渦巻いてる。あ、そうなんですよ、ね、ちょっと見えにくいですかカメラではね、薄くね、黒く渦巻いてるんですよ。そうなんです、ここ。これなんか意味があるんですか。特に意味は ないですね。ない。なんかこう、なんていうんですか、こう自分の中の共有できないものが渦を巻いて肌に出てきてしまってるっていう感じ。なんかあれですよね、千葉さんのそのアートって、はい、そのなんか人間では理解できない、なんかこう混沌としたものがなんか表現されてますよね。あ、そうですね、どちらかというとそういうなんかこう人と常に共有している中でこぼれ落ちてきてしまったものを使って、あのものを作ってるので。そうか、こぼれ落ちてきてしまったものですね、はい、誰ともこう共有できなくてさまよってるものを。さまよってるもの、はい、さまよってます。もう千葉さん自身もさまよってますか。そうですね、なんかもはや私がそういうな感じですね、今は。今はお仕事されてるんですよね。はい、あの出身の大学に拾っていただいて、あのなんか社会に出るため の、あの訓練をさせて。社会に出るための訓練を、はい、この状態で社会に行ってたら、やばいだろうって。やばいだろ。私もそう思ってたので、こんな感じで。なるほど、はい、いやなんか私も社会に出るのが危うくなってきました。だんだん大丈夫です、いやこのマスクで出るの2回目ですよ、これ。ありがとうテレビ。そうなんですか。そうですよ、そうですよ。さあ、ちょっと光栄です。いやいやいや、本当に何なんだろうって感じですけど、見た人はね。そうですね、急に急に、そうそうそう、ね、え、なんか絵がありますけど、これは、はい、あ、これはあの、うん、今年のあの年賀状で描いたんですけど、おあ、今年の年賀状ですね。そうなんです、あの前回も年賀状のものを持ってこさせていただいてたんで、またこれはね、本当にこぼれ落ちるような、人間の世界の中からこぼれ落ちてくるような、そんな絵ですね、これ ね、ちょっと見ていただきましょうか。これちょっと説明いただけていいですか。はい、これは、はい、なんかすごいなぁ。そう、触ってるんですよね。触ってるんですよね、はい、触ることで出荷ができる。触ることでこの羊を出荷するんだ、はい、出荷するんです。羊は何、はい、羊として出荷するんですか、これ。あ、そうですね、羊、あの肉とかにもなりますし、ね、はい、羊毛か、羊毛、羊毛にもなりますね。おで、この手の持ち主は誰なんですか、これ。これは彼らですね。彼らそうか、はい、愛でこう手が出てる。愛、な、多分愛なんじゃないかなと思うんですけど、わかんないですね。愛で手が伸びる子、ね、
愛、あでも愛じゃないのかもしれないです、なんか憎しみとかかも。あ憎しみとかね、はい、うーん、でも面白い、これ目がもうなんか少女漫画の目のような羊ですよ。これそうなんです、あの職場の方にも出す予定だったので、うん、ちょっと可愛さがないといけないかな。可愛くそうか、職場の人に、はい、あの年賀状出さなきゃいけないから、はい、あだからこれ、なるほど、可愛さをちょっと出したわけですね、はい、虫もあのドットでちょっとこうポップな。ポップな、はい、これゴキブリ、ゴキブリです、ゴキブリか、はい、うわ、このこれは何だ、はい、これ芋虫、芋虫です、芋虫か、芋虫みたいな、なんかあのダンゴムシ、ダンゴムシみたいな、はい、で点点点っていうのがドットが入って、そうですね、なんかそれも赤いドットですから、これ血ですかね、あ、いや、そうですね、でも赤トレンドになるかなと思った。トレンド、トレンドにならない感じです。あ、この人は何してるんだろう。この人はあのゴキブリついてるなと思ってる。ゴキブリついてるなと思ってる。はい、触ったらついてる。あ、ゴキブリみたいな。はい。なんかこの人もなんかゴキブリとイモムシがついてて。はい、ついてるんです。でもこれ触ろうとしてる羊は。そうなんで触ろうとしてるんです。出荷の係です、ね。出荷の係だった。はい、でもなんか目はなんかそんなにびっくりしてない感じですね、うん、そうですね、うん、あの当たり前のことなのかもしれない、当たり前のこと、虫がこうくっつくの、これなんですか、ここに、ここにあるなんかあの葉っぱみたいな、あの山登りをした時に、ええ、こういうあの植物が一個だけ生えてたんですよね。なんかそれがちょっと気になって生やして、そうなんだ、はい、あ、こういう赤いこういうものが生えてたんですか。はい、なんかソーセージみたいなやつなんですけど、何の植物かわからない。ずっとなんかみんなでさ調べてみたんですけど、情報があったら、情報があったらぜひ教えてくださいと。ぜひ教えてください。ここまで教えてくださいみたいなね。これは場所はどこなんですか。これ場所ですか。あでも暗いですよね。とても暗いですね。いやでも昼間ですね。うん、おあの昼間のなんでしょう。うん、会社の中ですか、ね、こう、はい、中庭です。中庭、はい、会社の中の中庭、中庭ですね。会社は暗いんだ。いや、あの、ここの会社は暗い感じです。あ、もしかしたら多くの会社は暗いのかもしれないね。あ、ね、あ、ね、なんか思うほど、あ、ね、会社は大概暗いんですかね、社会の。出たことがないので。確かに、そっか、まだ社会に出てね、会社に属したことないですもんね。そうですね、これから、ね、これから、これからそうですよね、はい、あのリハビリが終わったら、はい、ね、でも多分リハビリ終わんないかな。あ、この分だと、なんか一生リハビリみたいな。この感じだと。あ、でもそれはそれで、あの、そうそうそう、はい、あのダークな世界をですね、そうですね、あの描いていただいて、そうですね、一生感じ合ってねえ、素晴らしい、はい、ありがとうございます。ちなみに千葉さんはこれからどんな絵を描いてきたですか。これからはでもこんな感じで描いてこう行くしかないので、うん、行くしかないかなと。はい、なんか前アニメも作ってましたよね。そうですね、アニメも作ってます、ね、うん、あ、今も作ってますか、はい、アニメ、あのこれがまあ動く感じなんですけど、あ、はい、これ動くんだ、はい、今回は大学院では、なんかこう犬とかおじさんがバスに引かれるアニメを作ってバスに引かれる、はい、なんかあのバスに引かれるのいいなって思って、あ、っていうかなんかまあ、あのこんなこういうとこで言うのもあれなんですけど、おじさんを引きたかった、おじさんを引きたかった、ダークな、ダークな世界だ。いや、面白いな。でもなんかこうあれですよね、人ってその表向きの人と裏向きの人とかいて、はい、いつもそういう葛藤の中で生きてるじゃないですか、はい、その裏向きっていうのは言葉にできないけど、はい、でもなんかこうしたら不謹慎だなとか、はい、いうようなことって心の中で あるんですよね、はい、うん、今のその不謹慎な言葉をもう子供だけにこうさらっとこう言いのける絵に表現できるのが千葉さんの意図かもしれませんね。あ、ねえ、生まれつきこっちの方でやってた感じなのでですよね、はい、ねえ、これからじゃあ個展をして、はい、ね、でも個展をしたら結構こういう、なんだろう、
マニアみたいな人たちがこう寄ってくるんじゃないですか。まだもうそういう方が500人に1人ぐらいはいればいいなと思うんですけど、前にちっちゃい展示をしてた時に、なんか主婦の方が私のこの絵を見て、まあ何らかのコミュニケーションの失敗で出てきたイメージみたいなことをちょっと説明してたんですけど、なんかこう私も失敗ばっかりだなって言ってくださったらしくて、それが私は一番嬉しかったです。あ、でもなんかそういうその感性を持った人たちが、そのあこういう人もいるんだってつながってくることで、はい、なんか勇気づけられるかもしれませんね。でもどうなんですかね、同じ感性を持ってたらなんか結局はみんな一人ぼっちなのか結局限りで一人ぼっち、ね、なるほどね。でも千葉さん一人ぼっちじゃないでしょ。あでもあの基本一人ぼっちで、基本一人ぼっちなんですか。はい、あのいろんなあの親切な方がいっぱいで、あの生かしていただいてるんですけど、あの遊びに行く時とかは一人、まあ一人になる時あると思いますけど、はい、でもね、あの千葉さんの周りにはほら、あの、ね、ガミさんとかいろいろいるじゃないですか。そうですね、ガミさんも、ね、はい、ガミさん元気にしてらっしゃればいいなと思います。朝日お会いしたいですか。はい、あ全然あの平日が仕事なので、はい、いやそしたらあれですね、あの個展を、はい、その開くっていうのを、はい、そのお知らせするときに、はい、何かこう例えばホームページとかいうのは、あのあとフェイスブックだったりとか、はい、あのなんか案内するんですか。はい、あのツイッターとかフェイスブックでも、あの、宣伝させていただくので、はいはいはい、あじゃあ千葉咲子さんのお名前で、はい、フェイスブックで検索いただくと、はい、あのお知らせが見れると、はい、出てくると思うので、よろしくお願いします。はい、あぜひ、でも私はその光があれば影があるので必ずね、はい、だからあの両方やっぱり見るっていうのは大事だと思いますけどね。そうですね、うん、まあ、ぜひあの、ね、ご興味ある方はね、その個展、千葉さんの個展にね、ぜひ足を運んでいただければと思いますよね。まあ、こんなマスクをかぶということでもないのかもわからないですけど、私もちょっと苦しくなってきたので、だんだん取っちゃいます？取りますね。いやー素顔がさらされました。ね、あのこうマスクマンだったらこうね、タオルで顔隠すところなんですけど、そうですね、マスクマンではなかったですね。なんかですね、千葉さんこんな方ですね、はい、こんな方です。でぜひあの顔覚えていただいて、はい、ね、個展を開くときはぜひ、Facebook で検索していただいてね、あのそうですね、千葉咲子ってね、はい、検索していただいて、で訪れていただければと思います。はい、この顔かこの顔で。ね、あの多分千葉さんの個展だから、その個展のそのスペースもダークなんでしょうね。あ、そうですね、あの黒いテープであの絵を貼ってるんですけど、最近もっと貼りたいなって。あとはあの仕事でミスをした時とか、なんかこう失敗した、あの紙を使おうかなと、あいっぱいあるので。あ、でもそれも面白いです ね、 ですね。だって人間失敗つきものだから。そうですね、でも失敗を隠そうとするじゃないですか、人間は。そうですね。ね、でもそれをやっぱり表に出すっていうのは、なんかちょっといい、ね、また新しいちょっと視点ですよね。いや、なんかでもこうやってあの面白楽しく話をしてますけど、結構私千葉さんと話すとあの気づきがあるんですよね。なんか気づきがあるんですよ。あのなんだろう、こう影を表現してるというかね。あ、でもそういう世界もやっぱり否定できないでしょ。そうです ね、否定できないでしょ。そうですね、うん、私は常になんかこっちのなんか変な方でいるので、あのちょっと逆にちょっとこういうなんかこう光が当たる方は、で今ちょっと大変大変大変な、ね、法則がいろいろあって、法則がいろいろあってね。確かに確かに、あ結構きあの管理されてる、光のところは管理されてるかもしれない、ね、そうですね、システム、ね、システムとかね。そうですね、なるほどね。でもぜひあの、個展にね、はい、あと何か予定あるんですか。いろいろ個展の後も、あの上映会に参加させていただいたりとか。上映会、はい、あとはあのうちの大学で、あの卒業制作展などいろいろあのやってるので、はいはいはい、そういうのもあのいろいろフェイスブックとかでお伝えしてます。そうかそうか、それでまたあの作品を出されたりするんですね。まあ、私もまあそこでは、まあ、学生とかを出してるんですけど、まあ、なんか同じようなタイプの学生いるんですか。いないですね。皆さんちゃんとしてる頭のいい。あ、そうですか。そうですか。はい。
いや、それこそそれこそあれですよ、あの差別化ついてますよね。あ、他にいないってことはね、千葉さんがこう湧き立つというかね、こう目立つということですよね。悪っていう感じで目立たなきゃなっていうのは思ってます。いやー、ということで、いや、またぜひ作品見せてください、はい、ね、はい、千葉さんにアクセスするには Facebook ですね。はい、 Facebook が一番ですね。そうですね、はい、まあ、Twitter もやられてるけどね。そうですね、でも Twitter はあんまりやってない。なんか変なことしかつぶれてないあ、そうですか、それこそ楽しみだそれこそ楽しみですね。水のこととかしか言ってない。あ、なるほどわかりました、はい、ということでお時間が参りましたので、はい、すいません、今日はこんなマスクマンでね、MC をさせていただきました。あ、ありがとうございます。千葉さん付き合いました今日は。嬉しいです、ありがとうございます。ということで、もう一度ねご紹介しましょう、ダークネスアーティストの千葉咲子さんに本日はおいでいただきました、本日ありがとうございました。ありがとうございました。